ネコネコフェスティバル。皆さんこんにちは。ネコネコフェスティバル始まりました。司会の武田幸子です。今回六王のコーナーでお届けしていきます。本日のゲストはスペシャルゲストでございます。レコ祭の最高顧問でもいらっしゃいます田中幸雄先生、どうぞよろしく、どうぞよろしくお願いいたします。もう本当にお若くお元気でいらっしゃいますけれども。そうですか。もうなんかでもお肌のツヤもすごくね、ツヤツヤでもうお元気そのものという感じがしますけれども。はい、もうズバリですけれどもお年をお伺いしてよろしいですか。どうぞ。99です。29であります。29ではないですが92歳ということで、いや本当にお若いですよね。ありがとうございます。先生からですね、あのプロフィールの方を、いただいたんですけれども、もう厚みがすごくてですね、私こんなに厚いプロフィールをいただいたことがないというか、やはり、ね、有名な曲といえば長崎の人、あの曲っていう、ね、そんな感じではないかと思いますけれども、先生はですね、どんな時にこう詩って浮かぶんですかね。詩書く時ですか。はい、だいたい作詞家には二通りのなんかスタイルがあるわけですよ。はい、一人の人はね、夜なら夜、朝なら朝、もう限定して、それその時じゃないと書かないっていう方がいらっしゃいます。でもう一人は私なんですがね、私は時間を決めてないんです。もうそれこそ浮かんだ時にはどこでも、ささっと書いてしまうという。できるわけじゃないんですよ。そのなんかこういうものを書きたいなというものをメモしてしまうと。ですからもう、朝でも夜でも電車の中でも何でも、で場所と時間を限定しないんです。その方が私は楽なんです。限定してしまうとその時にもし夜なら夜で何か仕事が他の仕事が出てくると潰れてしまうでしょ。で死ぬことを書けなくなってしまうから、だからそれよりもむしろもう時間とか場所を限定しないで思い当たった時に何か書いていくというふうにしてます。まあ、よくね、詩が降ってくるとかそういった言い方をする方もいますけど、急にこうパッと浮かぶような。そんな天才じゃないから。そいや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 、もうこれだけの作品をね作られていて、いやでもやっぱり、職業的な慣れじゃないですか。あんまりそういうことにも気にしないです僕。何か思い当たったら思い当たったように、まあそれヒントといえばヒントかもしれません。だけどもその時に書きたいなと思うのを書いてます。あんまりこだわりません。じゃあズバリですね、今回の、曲についてですが、どんなシチュエーションでこの詩は浮かんだんでしょうか。これはね、はい、女子音楽振興会の、子供さんが、こういう形で、というか維新のことで、ちょうど150年になりますか今、今年、やりたいんで、なんか一つ変わった形で やってみたいということをわざわざ私呼び出されて聞かされちゃったんですよ。本当はやりたくなかったんですよそういう難しいことってやめたかったんだけど、だけど、ね、本当はやりたくなかったと、はい、でも考えてみるとね、あそうかと。じゃあ、今までまあ私は長い間だいたい人生のもう 80%90% は詩の方やってましたからね。それで、その中で、いわゆる演歌系統が多いわけですよ。だからそうかと。じゃあここで一つ自分も脱皮してみてね、維新というものをあまりそのいわゆる歴史的なそういうものにこだわらない、もちろん底辺にはありますよ、底辺にはあるけども、そういうものこだわらないで形としてね、今の若い人が維新をどういうふうに受けてくれるかな、受けやすいのはどうなのかな、
というのをまず考えましてね、じゃあ形も一つポップスケートの形にしてみようか。それで言葉もなるべく制約して分かりやすく、それでこの頃は横文字が流行ってますからね、横文字も入れて、そういう形でとにかく分かりやすい意思を作りたかったのが私の、まあ、今度の作詞の考え方です。はい、はい、じゃあ早速こちらの曲の方をですね、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけども、はい、歌い手もですね、実は田中先生ととても名前が似てるんですよね、うんうん、はい、田中先生は田中幸雄先生ですけども、はいはい、歌い手は田中てるおなんですね。はい、同じ田中さん。ね、なんか何かがやっぱりね、こうつながってね、縁があっての維新がね、起こるかという形で、ね、楽しみですけども。それでは、聞いていただきたいと思います。スーパードラマ、維新、どうぞ。お願いします。一度動いた歴史の針は誰も元へは戻せはしない。山よいかれ海よ吠えろ、かけがえのない青春のすべてをかけて、さあちょっとさの若者たちが手を握り、王政復古に立ち上がる。素晴らしい曲が仕上がっておりますけれども、もうなんかこう伸びやかなね、歌声というか本当にこう、まあ、田中さん歌い手の田中さんにすごく合ってますし、もう田中先生の詩と曲が本当にこうもうバッチリ融合されているような、もう素晴らしい仕上がりだと感じますけれども、はい、いかがでしょうか、はい、先生。はい、ありがとうございます、はい、私もそう思います、はい、もう最後の方のあのイエイエイエイとかおーおーおーとかすごいこうね言うじゃないですか。そこの辺とかこうちょっと鳥肌が立つような思いというか、もうすごいこう込み上がる気持ちというか、そんな風にすごい、うん、あの辺も、まあ、当時の維新の若い青年たちが立ち上がるでしょ、その時の気持ちはあのおーとかおーとかというあの叫び声というか、それに集約されているような気がするんですがね、はい、いやもう何ですかね、もう一言で言うと、いやかっこいいなって感じがしますね。もうこういろんなかっこいいがありますけど、なんかこう確かにこう革命とかなんか維新を起こしてやるっていうような、うんうんうん、こう力強いかっこよさっていうのがすごく感じましたね。世界に伸びる日本
それでは、最後になりますけれども、今の若者に向かって、先生から何かこう活動ですね、こうもっとこれからこうしていこうとか、うん、そういった思いを、投げかけていただければと思いますけども、どうぞよろしくお願いします。例えば明治維新をね、一つのテーマにして、あるいは主題にして考えますとね、あの一つの時代が変革される、大きく変わるという時には、やはりあのそれらしいイデオロギーと、それから、鋭いその感覚を持った若者たち、青年が立ち上がるというのが、これは各 どういう歴史を見ても、どこの国においてもそういうものなんですよね。で、明治維新をひっくり返してみても、やはりご存知のように、高杉晋作だとか、ね、西郷隆盛だとか、桂小五郎だとか、そういう人たちがみんな立ち上がるわけでしょ。つまり歴史はあの人間が作るんです。私そう思ってます。ですからその歴史の流れの中で、どっかで時代が大きく変わるときには、そうした若者の本当のパワーといいますか、力というか、ロマンというか、そういうものが結集されて初めて時代は変わっていくんだ。だからこれからも、今の若い人が平成から今度は、新年号に変わりますよね。新しい天皇もできるし、新しい時代が来るんだから、やっぱりそれにふさわしい青年のその息とその努力が欲しいと思いますね。はい、はい、素晴らしいお話、どうもありがとうございます。もう本当にこの曲が大ヒットしていくことを心から応援しております、それでは本日のゲスト、田中幸雄先生にお越しいただきました。先生どうもありがとうございました。猫祭6王。30年の歴史を誇る全国レコーディング歌謡祭、通称猫祭。作詞家作曲家の登竜門です。ささくれて立つ天のひらに乗せりゃ小さな作家になりたい、作品を全国発売したいという方は、作品を六王に応募してください。一次審査を通過した作品にはオリジナルの楽曲がつきます。そして専属のボーカリストによってレコーディングが行われ、作品が完成。レコ祭の作品部門6王にエントリーされます。最終審査の結果、全国デビュー採用審査で合格した作品は全国発売、カラオケ配信等がスタート。夢の作家デビューを果たします。6王に作品を応募したい方はこちらをクリック、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。